常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。いや、ツイッターでね、急増34万人というのがトレンドになってたんで、何かなと思ってね、調べてみたら、ツチノコ新聞の記事でした。はい、流行り病でね、失業が長引いて、女性が34万人、失業していると。ね、事務職の仕事が見つからないみたいな、まあそういう記事でございます。はい。まあ中身を読むとね、総務省の労働力調査の話で、まあ4から6月の3ヶ月平均で、失業期間が6ヶ月を超えた女性が34万人と、まあ昨年のですね、28万人上回ってると。ね。で、まあ去年の秋ぐらいからまあ高止まりしていて、でね、支援団体がこう言ってるって言うんですよ。女性の失業は子供の、教育環境や家庭環境の悪化につながる。ね。なので、国の支援を要求しているみたいなね。まあそういうことです。まあこれね、当然シングルマザーの人とかね、まあこういう人は非常に大変な状態になっているんですけれども、まあなんでこんなことになってるかということですよね。はい。仕事がない、仕事がないと。だから支援してくれって、まあ毎日新聞はおっしゃるんですけれども、経済再開ができないのが最大の理由じゃないかい？うん。経済再開しないとさ、結局ね、援助するっつったってこれ、急場しのぎのもんでね、永久に援助に頼るってわけにはいかないでしょ？最後はどっかで働かなきゃいけないでしょ？じゃ、誰がね、その働く場を作るんですかっつったら、これ民間企業なわけですよ。ね。で、民間企業がね、通常営業とかしてたらさ、今まで叩いてたわけですよね。まあ、それは緊急事態出たからね、しょうがない部分もあるけどさ、でも緊急事態解除するって言ったら、こんなんで解除して大丈夫なのかみたいな感じで、まあ、散々風評を煽っておいてですね、ね。で、実際に失業が増えたら、政府の支援が、とか言って始まるわけですよ。どういうことと。まあ、ちなみにその、毎日新聞はですね、かつてね、デフレは素晴らしいと。ね。デフレはいいことだ。良いデフレの、まあ、不意調子ですね。消費税増税もね、やらなきゃいけないって言ってたのがこの毎日新聞なんですけど、まあ、本当にね、支離滅裂ですね。本当に弱者のために何かしようと思っているのか、それとも弱者を利用して政府批判をする記事を書きたいだけなのか、私にはよくわかりません。ぶっちゃけ。でも、根本的な原因はですね、経済が再開できないこと。で、経済再開しようみたいな前向きな意見が出るとですね、それを、まあ、寄ってたかって潰してきたのが、この日本のマスコミなわけでしょ。オリンピックのね、騒動覚えてます？オリンピックね、もう中止しろ、中止しろって言って散々言ってましたよね。もう毎日新聞はまさにそうですよ。朝日新聞もそうだよね。オフィシャルパートナー、ね、オフィシャルペートナーをやってるのにさ、やってるのに、ね、それなのにオリンピック中止しろとか言ってね、経済再開とんでもないとね、ゼロにしてからだとか言って騒いでたのは、どこのドイツですか？そのおかげで女性がひどい目になってるの。これ、毎日新聞の犠牲者だぜ。はっきり言って。それをさ、なんか急になんかこっちに寄り添うようなね、記事書いて。お前何言ってんだろうね。インタビューされた人もまああんまり気づかなかったかもしれませんけど、この動画を見たらね、ぜひね、インタビューしに来たマスコミの人に言ってください。あなた方がね、経済再開するって言うと、もうちょっとのことでもギャーギャー騒ぐからさ、と。ね。なんなのよつって言って、ぶち切れた方がいいんじゃないかなと思います。で、今ね、いろんなところで実証実験が始まってですね、まあ、ここまでだったら感染を広げずに営業再開しても大丈夫、経済活動再開しても大丈夫っていうことを、まあ、実証してですね、まあ、この11月、まあ、年末に向けてね、いろんな、こう、制限を解除していく方向になるでしょう。ただね、またね、もう一回ぐらい、こう、冬だから増えたりするときあるんですよ。で、その時にまた毎日新聞は、経済再開なんかするからだって、やると思うんですよね。でも、その口で34万人女性が困ってるって、お前らよく言うなと。いや、恐ろしいなと思いますね。こういう自己矛盾に気づかないんでしょうかね。まあ、気づかないでしょうね。気づくやつだったらこんな毎日新聞入んないと思うんで。いや、もう本当にひどいなと思います。で、そこでね、まあ、こんな新聞なんか読んでたって何の解決策も出てこないので、まあ、我々がね、まあ、今、選挙でもやってますけれども、まあ、こういうね、失業問題、解決する一番いい方法、ね、これ、まあ、我々がというか、普通に考えて論理的帰結として、ね、出てくる、このね、失業問題を解消するのにね、最もいい方法っていうのは、やっぱり経済を再開することでしょ。景気が良くなればだって失業って減るでしょ。ですよね。はい。で、その失業率とですね、非常に強い相関を持っているのが、これ物価上昇率なんです。まあ逆相関なんですけどね。物価が上がると、失業が下がります。はい。大体こういう関係あるんですよ。アベノミクスのね、まあなんか、検証レポートとかしょうもないもん野党出してましたけど、もう検証も何もさ、見りゃわかるんですよ。ね。物価上昇率が野党時代はずっとマイナスだったでしょ。ね、もう民主党政権なんて2010年のあれですよ。インフレ率なんてマイナス 1% だったわけですからね、平均ね。はい。リーマンショックから2年経ってんですよ。2年経ってこのざまだったわけですよ。で、アベノミクスになってからは、曲がりなりにも物価上昇率はプラスにはなってますよね。ね、ゼロ以下になることっていうのは、確か1回だけあったんですけど、ほんと1回だけね。あとは、CPI で見た場合ね。あとは基本的には、もうずっと物価はですね、プラス圏にいたわけですよ。物価がマイナス圏からプラス圏に来るだけで、400万人ぐらいの雇用が増えたんですね。正規、非正規合わせてね。正規雇用だって100万人以上増えてるんだよ、アベノミクスは。
で、そういうふうになるわけですから、まずは物価目標をしっかりと達成することが大事なんですけど、そんな話はこの毎日新聞の記事に出てくるわけないじゃん。でしょ。だから本当に解決しようと思ってるのかどうかよくわかりません。その付け焼き刃の政府の対策を要求するのはいいんだけど、根本解決とかよくこの人たちは言うんだからさ、根本解決っていうんだったらそのさ、フィリップス曲線っていうんですけどね、さっきのやつね、物価と、それから失業率の 逆相関の関係があるんだよね、こういったですね、ごくごく当たり前の話をですね、ちゃんと新聞でわかりやすく解説するんじゃないの、国民の皆様にわかりやすく説明しろとか言ってね、散々国会で暴れているモンスタークレーマーのね、政党を応援している新聞なんですから、あなた方も国民にわかりやすく経済理論を説明したりじゃないか、こんな34万人増えた政府は何とかしろとか言って子供かという話ですね。本当ね、読んでてね、腹立たしく思いました。私はね、あのね、失業っていうのはね、政治がね、まあ政治っていうか、そのまあ政治家になる人がやらなきゃいけない経済政策っていうのは、この失業を減らすことです。もうこれただ一つだけと言ってもいいです。経済においてね、最大の無駄がこの失業なんですよ。で、なんでそんな無駄が生じるかといえばさ、ね、それは政府がね、経済の調整を間違えてるからです。はい。バブル崩壊以降、ずっと経済の調整を間違えてきましたよね。金融政策がこれだけ大事だって、僕ら10年以上言い続けたんですけど、やっと今頃になってね、私だってそれ気づいたの2003年ぐらいからですからね。2003年ぐらいからずっと言い続けて、ね、小泉政権の後、第一次安倍内閣、ね、福田内閣、麻生内閣、その後、民主党三内閣、ずっと言い続けて、やっと今頃さ、ね、この物価目標大事だということをね、まあこの自民党総裁選でも河野さん以外の人はちゃんと共有してくれたじゃないですか。ね。で、野党も物価目標大丈夫だと思ってんのが大事だと思ってんのがね、ね、まあ少なくとも毎日新聞は相変わらず金融政策軽視でね、金融政策軽視ってことは失業が増えても構わないっていうスタンス取ってるのに、失業が増えるとこうやって政府のせいだという記事を書くと。一体何なんだこいつらということでね。いやー、まあこんなね、毎日新聞の、まあこれちょっとだいぶ宣伝しちゃいましたけど、まあでも一時が万事こんな感じで、あのマスコミでね、失業があって問題で騒ぐ人っていうのは、大体失業が解決するようなね、失業が減るような政策に対して異を唱えてることが多いんですよ。だからすごくね、その辺がね、矛盾していてね、見てて腹立つなと、いうふうに思います。で、私は本当にね、失業はなくなった方がいいと思いますし、こういう弱者の方ね、職があった方がいいから、景気がいいに越したことないんですよ。景気が良くなることはですね、格差を広げることだみたいなね、偽のメッセージを流している人がいるんですけど、違いますよ。景気良くなると弱者でも仕事があるんですよ、ね、だってみんな猫の手も借りたいぐらい忙しいんだから、どんな人でもいいから働きに来てくださいとね、もう学歴も何も関係ありませんと、もうどんな状況でもいいですよ、1日3時間でもいいから働いてくださいってなるのよ、景気良くなれば。だからまず全体を良くすることってのは大事なんです。だから成長が先なのよ、ね、なのにいきなりこんな分配なんかしてね、じゃあいいですよ、政府が面倒見ましょうって面倒見たところで何も解決してないでしょ。結局最後は自分で働いて自力でさ、ね、家計をしっかりと、ね、今立ち行かない状態をさ、しっかりとね、運営できる状態にしなきゃいけないわけですから、結局はね、最後働かなきゃいけないんで、その働くってことがちゃんとできるような、そういう世の中を作ることが一番大事だということで、まずは成長。ね。で、成長してから、まあ、他のその分配向けたチューニングすればいいんじゃない？これはティンバーゲンの定理といってね、成長するための政策と、分配のための政策違いますので、はい、そんな感じでございます。ということで、ちょっと人が来ちゃったんで、この辺で終わりにします。ゴー！